税関は、関税及び内国消費税等の徴収、輸出入貨物の通関、密輸の取り締まり、保税地域の管理などを主たる目的、業務とする国の行政機関である。国際的な物流の管理に関与する必須的な機関であり、世界の多くの国々に同様の機関が設けられ、その名称としても税関という言葉が使用される。また税関関連の国際機関としては、 世界183カ国、地域が加盟する世界税関機構がある。アメリカ合衆国税関、国境警備局やフランス税関、間接税総局のように出入国管理や国境の警備も兼ねる機関もあるが、日本では出入国管理などは、法務省出入国在留管理庁の地方支分部局である地方出入国、在留管理局が行うなど、 国によりその業務範囲は異なる。イギリスでは1203年に女王によってウィンチェスター関税条例が定められ国王の主導権の元関税制度が確立された。1275年には国王エドワード一世の財政難によりイギリス議会が羊毛羊毛側、原費に対する輸出税を付加することを国王に承認したことで 高級的な税関の機構が導入されることとなった。1789年に連邦議会で関税法が成立し、米国で最も古い法律執行機関として税関が誕生した。日本においては財務省の地方私文部局として置かれる国の機関である。神戸税関本館日本の税関機、函館税関大たる支所所属の監視邸。 新意公湾等での臨戦審査や密貿易監視のための沿岸紹介などに使用する船舶が配置されており、監視艇あるいは税関監視艇と称される。日本の税関では1990年代中期以降、大きさや行動水域により次のように分類されている。異質入物品の検査を効率的かつ正確に実施するため、様々な特殊機材などが使用されている。 小笠原諸島における税関業務のため、国土交通省の特別の機関である小笠原総合事務所に東京税関職員が常駐して税関業務を行っているが、小笠原総合事務所の事務として行っているものではない。AB 東本 1997P154 藤本 1997P152 ありがとうございます。